はい、いつもご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。高校名を読み上げているまみぞうせ。今回は2021年度大妻女子大学の高校別合格者数の発表です。一般入試の合格者数じゃな。早速始めていきます。第28位竹園高校、市立浦和高校、浦和南高校、小金高校、専修大松戸高校、伊草高校、江戸川高校、狛江高校、石神井高校、町田高校、調布南高校、三鷹中等教育学校、江戸川女子高校、希望が丘高校、第24位土浦第二高校、春日部女子高校、木更津高校、大妻中野高校、第20位高崎女子高校、市立千葉高校、宝仙学園高校、富士見高校、第14位浦和西高校、蕨高校、越谷北高校、柏南高校、日野大高校、横浜平沼高校、第13位新庄高校、第10位ケミ川高校、河野大高校、桐蔭学園高校、第9位鎌ヶ谷高校、第7位牛久栄新高校、船橋東高校、第4位淑徳与野高校、稲毛高校、大妻高校、第2位長生高校、幕張総合高校、第1位千葉西高校。ここまで、大妻女子大学の合格上位校となります。ではでは、またのご視聴、お待ちしております。